はい、皆さんこんにちは、徳です。本日は春の熱血甲子園大会2018徳画面にてやっていきたいと思います。いや、なんだかんだちょこちょこでこの全体ランキング3766位にいてもですね、なんだかんだ石は多少割るなっていう印象ですね。まあ、初日に自分は10個ぐらい割って、その中でまあ累計報酬でね、パワーストーン何個かまあちまちまいただいたりもして、結果的にいくつ使ったかでいうと、まあ、還元返ってきた部分もあるので、いくつっていうのはちょっと正確にわからないですけど、まあでも10個ぐらい割って、1日まあそれからもまあ2個ずつぐらい割って、なんとかまあこの順位キープしてるって感じですね。だからこのままいくとですね、あの目標としている萩原亮君45 SR45 がちょっときついんですよね。まずはグループランキングで3位、このままでいくと SR2 枚、まあなんでここで2個、報酬ランクレベル8に上がっていただけると、まあ3枚になるんで、まずここにちょっと1位の方にね頑張ってもらって、3位には入って、このまま3位には入って最低3枚はいただければなと思ってます。まあ、全体ランキング報酬は今3700位なので、ここですね SR1 枚、まあなのでできればやっぱ1位の方にグループでね報酬を少しでも、ここですねモフモフさんに少しでもまあいい順位いいスコア出してもらってですね、まあ報酬ランクをね、グループの報酬ランク上げてほしいっていった感じですかね。まあ一応自分としてはこのまま全体も5000以内はキープしつつ、まあできれば2000以内に入れればね、あの一番いいんですけど、まあ、いやだいぶちっちゃいよこれ。第2球危ない球、こういう時は第3球を、いやひどいな、完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク。第5球お見逃し三振。まあ、全体も少しでも上行ければ、まあ、そこは多少狙いつつ、まあ、ただそこを全体ばっかり見てグループの方でどうこうなってもしょうがないんで、もう本当全体とグループを見ながら、最低でも SR ここで41、まあ、もしくは3ぐらいには持っていって、まあ、後々にね、まあ、なんかもうすでに萩原亮君は弱いだの、あの後に情報修正来るだろうなといろいろ言われてますが、何があるかわからない今のパワープロ業界なので、業界パワープロの流れなので、そこはちょっといろんなこう流れを見ながら、まあ SR、まあ、PR 何枚も所持してますし、まあ、そこら辺で PR 大乗船を使うのか、まあ、もしくは SR 大乗船を使うのか、まあ、今すぐに使うものではないんですけど、性能的にね、まあ、ただ今後もしかしたら強くなるんじゃないというところでは、ちょっと少しでもね一応 SR をキープしてサクサクっとこう解放できるようにやっていきたいなと思ってます。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は飯尾。第9投げた、打ちました。まあ、個人的に思ったのは、甲子園大会本戦が始まってから、まあ、約150試合、今の方も160か70試合目なんですけど、まあ、150試合目ぐらいで日本地図あの1周目が全部マップ終わりました。47都道府県、それもね少しでもあの今日のうちに2周目っていうんですかね、日本地図であのボーナス 5% ずつ増していけると思うんですけど、それを今のうちに少しでも増して最終日明日ですね、あの5枚消費に備えれればでかいかなと思いますね。もうなんか全体7位 の四谷さんという方なんかは昨日の夜ですかね、の時点で地図5周かなんか終わって上限値の 1000% まで達成してましたからね。それを考えると今これが300ちょいぐらいなんで、まあ 700% の差があると、それに最終日5枚消費ってなったら結構きついですよね。なんでできればこの5枚消費の前のうちにそこのボーナスをあの1都道府県でも
47都道府県あるうちの一つでも多く今のうちに。第9球ストライク、第2球クリアしてですね、最終日お前消費をやっていければいいのかなと思います。見送ってボール、これは完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク。まあでもそうですね、そんなもんですかね、今言える情報などは。まああとはもう本当に最終日皆さんがどれぐらい石があるのかわからないですし、第9球、まあ、そこの兼ね合いですかね。まあひとまず SR は最低でも3枚4枚ですかね、今の累計ですぐに1枚いただいてるんで、プラスでこっから3枚、それができればまあまずまずかなと思って、自分はまあ最終日やっていきたいなと思います。これですね、マップボーナス、ここをやっぱり今日のうちに5枚消費の前に少しでも400、500、600にしておければ、最終日ちょっとね周りに差をつけることができるんじゃないかなと思います。まあ自分も今で言うと特攻をねまた萩原くん入れて作り直して、まあまだここ作れてなかったり、まあ投手もねここの控えは作ったものの、ここをまだね1人当たりまあ約 10%、 ここもまあ約 8% ぐらいですか、 10% ぐらいをまあ少しでも今のうちに貯めておいてやるべきかなと思います。まあその際にも選手ランクなんて関係ないですからね、あのトップの方たち自走車オフで回してる方たちはやっぱ自走車オフでも勝たなきゃいけないので、少しでも選手ランクも上げたいってなりますけど、まあ、自走車する分には選手ランク低くても、まあ、試合に負けそうになっていれば、逆境を乗り越えろ、これが逆境だみたいな、あのアニメーションのもと最後9回裏からねバコ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 打てば、今みたいな感じでねさっきみたいな感じでバカスカ打ってれば結果的にスコアとしては出せるんで、まあ、少しでもここはね選手ランクより、ボーナスを見ながら、あの皆さんチーム作りした方がいいんじゃないかなと思います。まあ、フレマラやってればまあ10分やってれば絶対に45以上ぐらいは出てくるはずです。全部頑張って探しましたよ、これ。フレンドリーないのがちょっと辛いっすね。まあまあまあこんな感じでやってます。まあまだまだね最終日本当どうなるかわからないですが、皆さん頑張ってやっていきましょう。僕も頑張ります。それでは明日お楽しみに、4月1日ですよ、明日お楽しみに、みんなで盛り上がっていきましょう。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。